にちは、ゆかチャンネルです。ロンです。ヌネです。今日はね、はい、この三ヶ島ペダル、うん、オールウェイズペダル、もう今となればね、もう幻と呼んでもいいぐらい、この日本にないペダルがね、なぜかこの神崎エヴァーレに入ってきましたので、ちょっとこの良さをね、ドゥーメさんから紹介してもらいますね。はい、オールウェイズ、三ヶ島ペダルのオールウェイズのペダルですね。こちらなんですが、三ヶ島さんのペダルで、アルミのボディに黒森シャフトでトリプルシールドベアリングって言って、3つのベアリングが内蔵されたペダルになります。トリプルシールドベアリング使ってるので見といてくださいね。はい、ずっと回り続けるようなすごい軽い回転が特徴的なペダルとなります。ちょっとボケてるかな。すごいこのね、はい、このスムーズな回り。そうなんですよ。もう回転何回でも回しておけばかな。痛いわ。音もなくさーっと回る、ね、さーっと回ります。これ実際回したら分かりますよ、はい、ちょっと前にね、うん、ハンドスピナーって流行ったの覚えてますか。こうやってキュッと回す、手でね、こう回すと、あれに匹敵するぐらい回ります。そうです。もうすごいボディのバランスが良くて、中にあるトリプルシールドベアリングがすごい回転を助けて、すごい滑らかな回転を出してくれるペダルとなります。ペダルが回転がいいと、やっぱり漕ぐ力の抵抗を減らしてくれるので、すごい滑らかに回せるっていうの、クランクから来る衝撃とかそういうのを感じやすくなって、走行もしやすくなるっていうのが特徴ですね。で、見てもらうと分かるんですけど、結構なんか複雑な構造してて、すごい立体的な構造ですごいかっこいいんですけど、この形にすごい意味がありまして、このボディのところに突起ですね、ネジで留められた突起があるんですが、これでスニーカーとかをしっかり食いつかして滑らないように走れるっていうのが一つのまず特徴です。ここの面がね、少しだけこうへこんでるんですよ。へこむことによって、まっすぐな面で靴を乗せてしまうとやっぱり滑ってしまうんですけど、少しへこむことで靴が吸い付くように靴くことで、もうより滑りにくいペダルとなってます。これがね、本当によくできていまして、食いつきがよく、またね、このピンもそんなに尖ってないので、靴のソールもそこまで痛めないっていうのがすごくよくできていて、まあオフロードから街乗り、まあ、通勤通学とかですね、ちょっとまあレザーソールとかになってくるとちょっと滑るかもしれないですけど、それ以外の普通の靴であれば全然問題なく走れます。こちら色がね、2色ラインナップされてます。シルバーとブラックです。で、ブラックはちょっとマットブラック、一応このブラスト加工されたボディになってまして、結構シックな感じで、結構どんなバイクでも合うようなシルバーと、まあ、黒色で、すごいかっこいい感じですね。この2つがラインナップされています。これと別にイージーペダルって言って、ここにその取り外しができるペダルも準備されてます。これね、一見ね、はい、こうゴツゴツしててちょっと重いんかなって思うでしょ、うん、軽いんですよこれ。そうです。じゃあちょっと重量を測ってみたいと思います。今ゼロとなってるんですが、まず1個乗せてみます。まあ1つあたり 192g となってます。さあ2つ目、384g ですね。ちょっとね、バイクものによって誤差はあると思うんですが、だいたいこれぐらいの重量で、めちゃくちゃ軽いペダルはね、もっと軽いのいっぱいあるんですが、フラットペダルの中で丈夫で滑りにくくて踏み面の広いってなると、この重量は結構軽い分類に入るとは思います。そうですね、このルックスから考えると軽いですよ、うん、軽いですね。ちょっと黒も測ってみますか。そうですね、ちょっと色によって変わるかどうか、うん、ちょっと置き方とかでもね、これちょっと変わってくるんでね。あ、一緒、とりあえず一つは一緒でしたね。あ、やっぱりちょっと黒、ちょっとだけ2つ目が主な、うん、重量変わってきますね。 385g と、やっぱりちょっと塗料分が重くなるかなというところですね。
まあ、ただこの数グラムってそんなに差はないと思うので、重量はまた本当に重いのが嫌だということであればもっと軽いのもあると思いますのでお探しください。日本製メイドインジャパン、これもね今となればなかなか、ね、珍しいというかね。三ヶ島ペダルっていうのがもともと競輪のペダルをね作ってるっていうのもありまして、結構国内生産にこだわってまして、この軸とかの焼き入れとかも全部日本の工場で行っていたりするので、またこのベアリングの調整ですね、シールドベアリングといえど少しの調整が必要なんですが、そのあたりも職人さんが一人一人手作業で調整しているので、ここまで滑らかな回転を行ってくれるっていうのが三ヶ島ペダルのいいところでもあります。はい、で一応お値段だけお伝えしておくと、まあ、こちら定価が7920円となっております。実はねこれね結構今値上がりどんどん値上がりしていってるんで、ね、早いうちに取っておかないと今後まだ上がる可能性もあります。実際ね三ヶ島さんちょっと採算が取れなくてなくなっていってるペダルも実際出てきてるぐらいです。価格は上がってるんですけど、なくなる前に早くゲットしとくのも一つです。ただこのペダルに関しては多分なくなりはしないです。結構本当に三ヶ島さんの中でも人気なペダルになってますので、ぜひいかがでしょうか。はい、今回はね三ヶ島のオールウェイズペダルの紹介でしたけども、はい、まあまあ皆さん何か気になる商品があるからこんなん紹介してほしい、取り上げてほしいのがあればね、まあ、パーツでも自転車でも、どんどんコメントを寄せてくださいね。いただければ僕らもなんか暴露とか結構難しいけど、できるところまではしますんで、まあね、自転車店として分かることはねいろいろ伝えていくんで、はい、実際ねこれはどうなのかとかね、某メーカーと某メーカーは仲がいいのか悪いのかとか、そういう裏事情もね、分かるところであればねご案内していきますので、はい、はい、そういうところで、はい、今回はペダルの紹介でした。どうもエヴァチャンネルでした。ありがとうございます。バイバイ。さよなら。